立山林道は林道家林道族の越年草。春林道の高山型変種。高山植物。高さは10センチメートルくらいになる。茎につく葉は耐性し、幅3ミリメートル、長さ7ミリメートルほどの筆心型で茎に寄り添う。茎にも根元に卵型の根質葉が残る。茎は6から8月で、ロート状の丹青紫色の花を茎の上部に1個。 上向きにつける。花は、日が当たっている時だけ開き、鈍天、雨天時は、筆先の形をしたつぼみ状態になって閉じている。白花の種を、白花立山林道という、北海道、本州の中部以北の日本海側に分布し、鉱山や鉱山の出現や湿り気のある場所に、自生する。田中澄江が、新、花の百名山の著書で八幡平を代表する花の、 一つとして紹介した。母種の春林道は東アジアに広く分布する。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。宮間林道と混成する白花立山林道、飛田山無北のまただけの鉱山帯にて、ありがとうございます。